愛の戦士さん、何ですかトリピーさん。今回はですね、こちら疑心暗鬼の塔という二人用の心理戦、はい、これね、6本の塔ここにあるんですけど、はいはい、これを、まあ、取り合って点数を決めていこうっていうゲームなんですよ。なるほど。こんな感じで白色の丸がついてるんですよ、はい、この白色の丸が点数です。つまりこれ1点の塔ですね、はい、こんな感じで全部が白色の4点の塔があります。で残りはまあもちろん3点の塔、1個だけ黒のやつ、3点の塔と0点の塔、何も点数がないよっていう塔と2点が2つ。なんだか難しそういやこれね全然難しくないんですよ。まあとりあえずは4点の塔が一番点数が高くて、0点の塔が一番点数が低いと。なるほど、覚えておいてください。わかりました。はい、じゃあゲームの準備をしましょう。はい、こちら見てください。ここに塔を置いてきます。はい、さあそれじゃあまずはこの状態にしたら、じゃんけんで先攻と後攻を決めましょう。最初はグーじゃんけん、はい、はい、グーでしょ、クソ、はい、グーでしょ。じゃあ、俺先攻ですね、はい、この点数が見えないようにこのように4方向を押さえた状態でここに置きます。はい、はい、おお、これすごい点だよ。おお、俺から見えてる2面とトリッピーから見えてる2面が変わると。ゲームを始める前に、はい、一人一本塔を確認することができます。じゃあまず先行プレイヤーから、はい、ここをこうやって閉じてこの状態で見ます。はい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 。で俺もどれか一本見る。はい、で見たら俺はここに見たよってマークをつけます。なるほど。これ同じの見てもいいの？同じのは見れないです。おい、ふざけんなよお前。だから愛の選手はどれを見たいか。そうだな、じゃあ僕これ見ます。おー、はい、でその状態で戻してください。で自分が見たよっていうマークを、まあ、適当に置いてください。はい、ではこっからここにある石を順番に置いてって、うん、この塔を2本ずつ取るんですよ。2本ずつ絶対に2本は取れます。わ、はいはい、かりました。はい、で置き方なんですけど、はい、まあ、好きなところに自分が取りたいと思う塔に置けます。はい、でこれこの状態は俺が獲得してます。あ、なるほど。もうこれゲーム終わったタイミングでこれ俺が取れます。はい、その代わり愛の選手はこの1個上に置くこともできます。これだと一番上に愛の選手の駒があるから、これ愛ゴリの塔になるんですけども、うん、2個以上駒を乗らないんですよ。あ、なるほど。はい、だからもう確定で愛ゴリの駒です。あ、はいはいはい、はいはい、この状態で次に僕がここに乗っけた場合、これ俺もう塔2本獲得してますよね。あ、はいはいはい、だから次のターン俺置けません。なるほど。もうこれでこの2本で確定です。愛ゴリがもし置いたらこれの状態で俺は今塔1個しか獲得しないんで、また置けるようになりました。はいはいはい、だからここに置けます。で、アイゴリは2個、はい、俺は2個で、これで終わりです。あ、ここで終わりなんだ。そう、なるほどね。あ、アイゴリはこの 2本の塔を取ってその点数の合計。わかりました。俺はこの2本の点数を取って合計。わかりました。高かった方がこのチップをもらう。このチップが3つ集まったら、はい、勝ちだ。特殊なやつがあって、2点の塔を2本とも所有したら無条件で勝利です。なるほど。どんなに 4-3 相手が取っていても 2-2 の方が強い。なるほど。じゃあもうせっかくだからこのままいっちゃう。じゃあちょっと考えさせてもらいますね。はい、どうぞ。じゃあ俺とりあえずここに乗っけますわ。はい、わかりました。はい、ここに乗っけます。アイグリはどこに乗っけますか。じゃあ一旦ここで。ああ、自分が見たところで。そうですね、自分が見たところで乗っけたら、はい、そんなん高い。あ、なるほどなるほど。バカがよ、お前このゲームの信じ上がってないな。取りたくても最初に乗っけたら取られちゃうんですよ。これで俺はこの2本が確定です。はい、もうここで。ああ、なるほど。そしたら俺はこれはアイゴリに渡った、はい、渡っちゃったんで、俺はもう一個選ばないといけないわけですね。そういうことですね。こっちにしとこ。ここにします。怖い。怖い。俺視点多分これ4点なんですよ。ああ、こっち3点なんだ。これ4点なんですよ。うわ、そうなんだ。そういうことなんですよ。で、俺視点からすると、どれが2点なのかなみたいな。これ俺がこれ見てるよ。そうだね、うん、でもそこ置いてないってことはこっちなのかなと。あ、そういう、まあでもそういうゲーム、うん、はい、じゃあ、確認です。愛の戦士の塔はそことそこだね、うん、これ確認します。これと、はい、これが僕の塔です。はい、はい、何点でしょうか。俺は3と2で5点です。はい、アイゴリのこっちが4点ってこと。そっち4点だと思う。4点とこれだよね。それが2なのかっていう、どうなんだろうっていう。2です。おい、ありがとうございます。じゃあ6対5でアイゴリの1戦目は勝ち。嬉しい。よいしょ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 、こう、はい、じゃあ見ますね自分、はい、これ見ます。オッケー、なるほど。はいはいはい、そこに置いてください。なるほどね。はい、ここ見ましたよと。はい、オッケーです。疑心暗鬼だよこれよ。これ見るわ。はい、
はい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 、わからんねこれ。オッケーです。さあ、じゃあアイゴリから置いてください。これわからん。アイゴリから置いてください。わからんね、これわからんね。この2億。オッケー。さあどうすんだよトリッピー。ちょっと考えさせてね。はい、あとははい、ここで。マジそこなの？え、そこが、あ、待って、間違えたか。おい、疑心暗鬼になってるって。そこ、え、そこ3なの？そこ表に白2個見えてるってこと？そこが3なの？ここ行くわ。どこ行こう、どこ行こう。俺は俺はブラフをかましてそのまま取られなかったら決まってしまう。えつかもう俺は2本今決まってるから。あ、そういうことで。あ、あ、でも俺次第で点数高いとこ取った方がいい。ここで。うわー、そうか。じゃあ4取られた気がする。これが俺取ったってことは3とかだと思うんだよね。ここに見えてるこれ、これ2だと思わない？まあここかな、さすがに。はい、見えてるから。うわ、負けてそう。ちょっとこれ俺は分からん。あ、じゃあ見ますね。どうなってるか分からん。はい、俺から見ます。はい、トリピーさんから。3かな。あ、ここ2なんだ。え、2だ。え、マジかよ。俺の方真っ暗だったからそれいけんかったわ。これじゃあこれ2だったら俺勝つよ。3だ、5だ。わあ、ここへ5だ。5ってことはアイゴリ、これまずこれね、アイゴシ、これが俺、これ4だね、多分4だね、多分2だね。え、いやー、やったー、嬉しい。4-2で6対5。うわー、はい、トリッピーさん追い込まれました。やばい、後がないです。トリッピーさんやばいよ、俺弱いこれ。なるほど、なるほど。で、俺がどこか見れると、僕ここ見ます。オッケー、なるほど、僕ここ見ます。はいはい、なるほど、ここ見ました。はい、りょうです。で、俺からか。はい、わかんねえ。まだ俺負けてもいいから、ここぶっちゃけ。おい、なんか舐めてんな。はい、お前のこれ高い。え、高い。俺から見えてるのは高い可能性ある。え、アイグリが見たのこっちで。あ、ごめん、こっち。そうここ、ここだよ、これ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 、こっちだよね。くっついてる方なのに、こっちを取った、こっちを取ったんだよね。ゼロ点で取るわけないよね。待ってください、トリッピーさん。こっちにするわ。これどうだ、辛いんじゃない、これ。これブラフじゃないだろ。ほら、来いよ。やばいね、厳しいルールだぜ。はい。うわー、どうなんだろう、これ。そこなの。はい。いや、そこなの。はい、いや、これブラフな気がする。お前、俺が乗っけると思っただろ、ここに。違う、確実に勝ちに。違う。これで多分アンパイだ。はい。あーっ。はい。はい。はい、どうぞ。やばい。はい、どうぞ。どうすんの、どこ行くの。いや、ここだ。それでもここだ。じゃあここ。これね。じゃあここ。これ多分ね、4なんだよ。じゃあここ3じゃん。ここ4なんだよ。俺は2を引かなきゃ、3分の1なんだよ。俺してんだと、これ多分2。え、これは何だったの。これ3。あ、やっぱ3なんだ。うん、で、5点なのよ。うん、5点だから0、1、2が1個ずつあるのよ。はいはいはい、はい、で、2引かないと俺負けちゃうのよ、点数が低いから。俺の見え方的に、ここが両面黒、ここは両面黒、白黒、どれが2なんだよ。もう、まあ、それじゃねえ。これおー、いいですね。じゃあ見ますよ。はい、俺の点数2と疑心暗鬼の塔だよ。はい、3で俺5点ですね。まずこっちから見て、こっち4だから多分4です。はい、こちらで、アイゴリのこちらは、お前ふざけんなよ、2で6。え、やったー。勝っちゃったー。ねえ、待って、もう一回やりましょう。4個星のマーク集めてもらいました。はい、お願い、いいよ。見させてもらいます。はい、俺が見るのはここ見ます。はい、どうぞ。失礼します。はい、オッケーです。見ました。わからんね、これ何も。これ見ます。はい、じゃあ行きます。はい、うわー、わかんないよ。先行優位もらいます。
ありがとうございます。ブラフ春日よ。お前それ2だな。2を取りに行く。お前それ2だなって言ったな今。どういうことだ。2だなって判断するの早くないか。なんでの、なんで2だって判断できたんだ。で俺がそういう見え方をしてるんだろうね多分ね。俺の面から疑心暗鬼だよ。疑心暗鬼の塔だよこれ。なるほど、それ結構高いな。でもこれもらっとくか。うわあ。行くしかないか。これ違うのか。待って、あれ何。俺これで行くわ。はい、バカブラフにかかった。これが勝ったでしょ。勝ったでしょこれ。みんな、俺これ勝ってなかったらやだよ。確認します。はい、俺これ2点だったらなく。まずこっちから見るか。はい、こちら。お、これ3ってことは4点です。3、4点。どうなんだ、俺 2-2 狙ったんだけど。あ、お前 2-2 狙ってたの。俺 2-2 狙ったんだけど、どうなってるかが分からん。ね、こっちは確かに 2です。はい、ピントがありませんが2です。はい、え、待って。何2位。よっしゃ、よっしゃ、2位狙ったんだ俺は。最初から俺のも関係のないブラフしたのに。あぶねー。俺は2位を最初から狙ってたんだよ。2位は無条件で勝利と。疑心暗鬼の通りでした。これ実はさ、はい、ゲームマーケットで撮ったんで、はい、ツイッターで上げてましたよね。あ、そうそうそう、はい、そこでやったんで、これ実は新作なんで。お、疑心暗鬼になりたいときは、はい、なりたいときあんまないと思うんですけどね。ぜひ遊んでみてください、はい、マジ悔しい、お疲れ様です。やったー、全勝の男です。全勝はマジで、しかも勝率 100%。 勝率 100% じゃん。え、俺弱嬉しい。